はい、今日は講師をやってる人に向けての話です。まあ、生徒さんがすぐ辞めてしまう、僕のところ結構相談来ます。そんな人はこれを見てください。1番、難しい言葉を使いすぎている。まあ、その例えばこれ言ったら C とか C メジャーセブンスとか、これ生徒にとってあのすごい難しい言葉です。なので3弦3フレットとかドミソとか、これを砕いてあげるのが講師の仕事だと思います。で、2つ目、生徒が納得をしていない。あの、まあ、これってこういうもんなんだよねとか、いつ使うのとか、その理論って、そのなんで活用するかを教えなきゃいけないんですよ。なんか、それをやったから何ができるのとか、それをやったらどれぐらい自由になるのとかを教えてあげてください。で、会話が一方通行である。まあ、質問がないって感じですね。わかりましたかとか、ここまでわからないところありますかとかじゃなくて、自分が一方的に喋り続けちゃう。これかなりの確率をやめていきます。とか、コミュニケーションが少ないってことですね。で、上手くなる仕組みを教えない。これもめちゃめちゃ大事で、なんか、その上手くなるもの、例えば手数とかあったら、YouTube コンテンツ見ればいいんですよ。だから YouTube コンテンツにないもの、自分に付加価値が何があるかって上手くなる仕組みなんですよ。どうやって理論を学んできたかとか、どうやって学んでいくべきなのか、その人の最適をチョイスするっていう感じですね。あとはコミュニケーションが少ない。なんかあのもう、じゃあレッスン始めますとか速攻で始めちゃうとかね。これマジで良くないです。僕はアニメの話とか漫画の話とか映画の話とか結構します。で、逆に言えばこういう先生には習わない方がいいです。なんでかっていうと、伝える才能とベースが上手い才能っていうのは別なので、ベースが上手くてもベースが上手くなるコツを伝えられる人っていうのはまた別で存在するので、そこはあのきちんと選んで先生を選んだ方がいいかなと思います。